ド M 全開。アニメ7話のダクネスが可愛すぎることについてここで語ろうぜ。ではどうぞ。ダクネスとメグミンのユリ、めちゃくちゃええなぁ。今回ダクネス出番多くない？カズマとダクネスの絡みめっちゃ好き。泣き落としするダクネスがマジで可愛すぎる。ダクネスのこの顔はずるすぎる。2周目してるけどダクネス好きだからか神回ですわ。ダクネス可愛いねぇ。もっと見せてほしい。アニメではあっさり書かれていましたが、小説では屋敷でみんなで食事をしていた最中、アルダープの使いが突然訪れ、ぶしつけな使いに怒りを覚えつつも、ダクネスは使いと共に屋敷を出て、そのまま朝帰りになったのでした。ダクネス好きにはたまらない回だよな。今回は出番多くてたくさん補給できた。いつも以上にダクネスが可愛い回だった。我慢大会の練習でしたたる、メグミンが持つ氷が溶けた水。そして、我慢せずにメグミンの可愛い服を自身に重ねるダクネス。それゆえ、カズマとメグミンの使い魔チョムスケを前に、我慢を凌駕し、涙で目が潤うダクネスの姿が、すごく良いです。綺麗にダクネスの身に入ってんじゃん。奥歯どんまい。バニルに質問攻めされて何でも答えちゃうダクネスが可愛い。メグミンの服を似合うかと合わせるダクネスラップがあって可愛い。3期では割とまともだったダクネスがいつも通りに戻ってしまった。そしてそんなダクネスに不穏な気配が、鏡の前で、メグミンの服を当ててるダクネスが非常に可愛かったわ。よなよな、何をやっているんでしょうねわら。もう、この辺りは漫画でも読んでない領域だから知らなかったけど、ダクネスの知らない一面が続々と出てきていて面白い。ダクネス、カズマにいやらしい目で見られるの嫌じゃなかったんやな。まあ今時命がけてキスで済むのはマリオさんくらいよ。ダクネスの評価は上がる。本人は恥ずかしめを受けてるが、ダメ髪はダメ髪。どんなに恥をさらしてもどんなにダクネスがやらかそうともお前は可愛いぞ。ダクネス我慢大会の練習？すごいエッチーな。下手なサービスシーンよりもご褒美かも。やばい、小説で先の展開知ってるからこそ、ダクネスの切なそうな笑顔に泣ける。最近気づいたこのスバさんちの良いところ、ダクネスがめちゃくちゃ可愛い。ダクネスの女性としての魅力とキャラクターの解像度がぐっと増した回だった。アルダークや予言の剣といい、ダクネスを筆頭とした一行の今後に不安をそそる。ダクネスの公開処刑懺悔がなかなかのクオリティで、なんだかんだ言って、可愛いな、ダクネス。でもその後しっとりツヤツヤしながらほてった体をカズマに散々もてあそばれてしまったわ。さすダクネスだった。今期はダクネスが中心にいるなぁと思いつつも、カズマさん、メグミンが通常運転、そして今日はアクア様がとても賑やかでございました。今度はダクネスがカズマさんにやり返されたり、バニルに嘘発見器みたいなことされたり、ダクネスの方から依頼持ってきたり、いつものカズマさんと立場が逆転している感じが面白いなって。今日の回で私はこのスバは生涯ダクネス派を決めました。ダクネスが派遣になる日が近いな。アニメ制作会社も変わって、ネタ最強のアニメだったこのスバに、ゼロまで追加されて無双してるわ。ダクネスさんが法にキスだけで命を懸けてくれると思ってたの。処女っぽい発想でちょっと良かった。なんか珍しくシリアスめな幕引き物語の内容的にもダクネスに黒い影が落とされてる感じしますね。ダクネスがメインヒロインなのでは？ダクネス可愛いよダクネス。いやぁ、今日はダクネス筆頭にアクアもメグミンも面白すぎてとても良かった。ダクネスメイン回で最高でした。一期の頃からダクネス大好き。ダクネスの肖像画を眺めながら悪党笑いをする悪徳貴族。そしてアクアが絶対絶命のカズマくんパーティー。貴族のおじさんはダクネスさんの肖像画でしこってるのかな。今回の回からダクネス回になってくるのかな。来週もがくしみです。ダクネスの件も気になるけど、こういう雰囲気のクエストすごい久々じゃん。おっとあかんやつ出てきちゃった。メグミンの魔法使い服借りて合わせてるとか、ダクネス可愛すぎでしょ、助けてとかじゃなくて
お家に帰りたいって連呼するあたり悪あらしいな。3期定期的にダクネスがオホ声出すのおもろい。煽られダクネスどこまでも可愛いと思ってからの泣き落としはずるい。バニルやカズマにからかわれて恥ずかしがったり怒ったりしてるダクネスがとても可愛いってとても良かったけど、時々見せる悲しい表情が辛かった。ダクネスが夜な夜な何してたのか詳しく知りたいですね。カズマさんに見られてるのを分かっていながらっていうのが、自分のキスでカズマさんが動いてくれるうぬぼれにつながるの面白い。今回ダクネスにとってはご褒美会と言わんばかりに、今までの会で溜まっていたであろう飛躍欲をここぞとばかりに満たしていく。ダクネスが最高贅沢な間の使い方や表情のアップ、演技、シリアスになりきらないところまで隙がない面白さが今期ずっと続いてる感じがします。ダクネスの泣き落としから始まった今回、ダクネスは思うところがあるようだ。果たして彼女はきつい未来の運命をどう跳ねのけるか。ダクネスがひたすら恥ずかしめられて、アクアがひたすらバカいってことでいいね。メグダクユリ来たのになんで尊くもエッグもないの。ウィズの過労死、ラインとアクアのスカート竹柵が見えないだけが心配です。カズマくんに命を張らせるには、ダクネスのほっぺに中くらいでは動けんな。ダメ男クズマくんと遠一でやり直せとダクネスにアドバイスするバニルであった。ダクネス喜んでやられまくってる印象。しかしダクネスに破滅の層が出ていると占うバニル、ここからはダクネスのターン。カールダーブまだ何かありそうね。ダクネスの兵の顔かわいい。メグミンの服ダクネスが着ててワロタ、最近のアニメ服を交換するの流行ってるのか。ダクネスが我慢大会の優勝者だというくだりも、裏を返せば自分を犠牲にすれば解決すると短絡的な行動に出るとバニルの占いで見抜かれた彼女の自己犠牲的な精神論。そんな彼女に、無償ではなく対価を求めて助力するカズマの程よい優しさが絶妙に噛み合ってて良い。いつだかの尋問を思い出す。ひたすらダクネスが可愛い。ダクネスお前可愛すぎるだろ。メグミンのワンピース着ようとしてるのか。可愛い、好き。ダクネス。バニルさん、ダクネスさんにカウンセリングというか占い。バニルがダクネスの秘密をめちゃくちゃ暴露しててめちゃくちゃおもろかった。ダクネスの顔もだけどカズマの顔やばすぎる。ダクネスに不穏な未来で、カズマにはさらに金を稼げるようにしとけで。そしてダクネスは高額賞金首を借りに行こう。服を合わせたり、腹筋が割れてるの気にして鎧の軽量化をしていたのがなかなか面白かった。その上でなんて破壊力、これはすごい。ダクネスさん推しの人歓喜の回ですね。メグミンがダクネスさんの粗相を掃除してるみたいだ。なんか3期になってやっといつものダクネスが見られた気がした。ダクネスが久しぶりにド M になってる。今回はダクネスの回だったね。ダクネスもだんだんとカズマに好意を抱き始めてる気がする。ヒロイン的な匂いがしました。最高。小金持ちになったカズマとアクアの見事な調子のりっぷり。わらでも新章の主役はダクネスみたいですね。バニルいろいろとぶっちゃけすぎだろ。ダクネスが夜中に一人でわらヒドラの目覚めは陰謀の匂い。ラストのアクアの叫びが脳内にこだまする笑い。ダクネスに破滅の層が出ているとの占いですが、筋肉がつきすぎたのを気にしたり、メグミンの可愛い服に憧れたりと、お堅い女騎士とイメージに反して乙女なところもあって実に良いですね。今度はダクネスにスポットライトが当たるみたいだけど、どんな展開になるんだろう。ソラちゃんの泣きは安定におもろい。やっぱり吐いてない笑い。そしてドヤミンが可愛い。この後ダクネス会やな。バニルがダクネスいじるところ好きだからかなり満足。ジュドラかなり強そうな見た目だ。我慢好きのダクネスさんにノリノリのメグミンの構図はもう少し長尺で見たかった。4人のわちゃわちゃ感も改めてこのスバよね。女
ずっと可愛いしか言ってないけど本当に可愛い花嫁ダクネス来たら死んじゃうかも。カズマをよしよしするアクアも可愛かったし、恥ずかしめを受けてるダクネスも一人、お留守番メグミンも可愛かった。ダクネス一人では解決できないこともカズマと一緒なら。このスバ3期のダクネスちょっと可愛すぎて困惑してる。ダクネスに出てる破滅の層、これからの展開を思うと切ない。今期のダクネスのおてんだけで飯食える。ダクネス前はおーおーおーって言ってる。久しぶりのド M ダクネス。先週までの真面目なダクネスどこ行った。メグミンとダクネスのそういう関係もありです。メグミンとダクネスがヤバい関係に、ダクネスの男前なづらいに感動してたのに、カズマはまた変なこと考えてるのかよ。詳細後のアイリスのセリフってそういうことですよね。あのラストはうまく締めてくれてよかったと思います。一度でいいから筋トレ中にダクネスから罵られたい。貴様は女の私よりも力がないのだなとか言われたい。このアニメで最も期待されている花嫁強奪ストーリーが今まさに起こります。私たちはダクネスの心と感情の中で最も美しいものを見ようとしています。ややアイリスロスですが、日常会めっちゃ面白かったです。ダクネスも通常運転に戻りましたね。ショーバニルの占いの内容とラストの引きが不穏で続きが気になります。アクアの素晴らしい料理評価で PC 固まったかと今回はちょっと焦りました。ショー今回は久々にバニルさんの出番。アクアとは相変わらず仲が悪いですな。そして後半はヒュドラ退治に出た4人だけど、カズマさんが言うようにこれはあかんかも。今回も面白かったです。続きが気になります。そんな中、バニルから占ってもらったダクネスはクーロンズヒュドラを討伐しようと言い出し、パーティーメンバー全員でいざ討伐へ。しかし、そこにいたのは凶悪な湖のオモだった。そしていつも通りメグミンが強敵相手だと無駄にテンション高い。無理やり連れてこられて荒れ狂うアクア可愛い。そして生まれ変わったらゼルテイになりたい。ゼルテイ孵化のために卵を温めてるメグミン、めちゃくちゃ可愛いすぎる。暖炉の前で布団をかぶってるから暑そうなのも最高に良い。マジで3期のダクネスは今まで以上に可愛いな。今回でよくわかったと思ったけど、焦点の当て方が明らかにヒロインすぎてマジで押せる。次回からの活躍も学士に。今回は以上になります。このチャンネルでは最新のアニメのみんなの反応を紹介しています。動画制作のモチベーションになりますので、興味を持った人は良ければ高評価、チャンネル登録、コメントをよろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。